はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、アスカリオシリです。今日7月22日はヤサニコちゃんの誕生日です。イエーイ。はい、まあそんなわけで、ですね、今日は限定ボックス勧誘というものがあるので、これをね、引いていきたいと思います。いやー、ボックスがね、100個あるっていうことは、まあ単純計算して1個が5個、あの石を5個使うので、そうだね、まあ単純計算してまあ500個と、まあ、そういうわけです。まあというわけで、ちょっと500個石を使うということで、今400個あるんですけれども、いやー、どこだろうな、80個で、まあ、なんとか80個以内に限定 UR が出るでしょうか。ちょっとそこがね、あの怖いんですけれども、まあでもね、まあ、少しでも戦力を上げるためにも感知器まで使って、ちょっと引いていこうと思います。それじゃあ行くぞ。まずは感知器からね、いきたいと思います。お願いします。お願いお願い。あ、でも20枚あるってことは、あのあれか、20枚あるってことはなんとかボックス引き終わりますね、多分。よし、よし、よかった。じゃあ次、これ感知器でさ UR 出ちゃったらマジやばいよね。企画倒れだよねいい意味で企画倒れだよ。さすがに R しか出ないな、これでね。 UR が出たら本当にすごいよ。やっぱツイッターとかにさ、単発で UR とかさ当てちゃう人とかさ、なんか奇跡的にクルリンして当たった人とかいるけどさ、あ、なんで当たるんかなってね、すごい俺不思議なんだけど、全然当たらないんだけどね、全然当たらない。ほら、こんな感じでね、全然 R しか来ないんですよ。だからそのね、UR が来る方法を教えてほしいわ。はい、 R。ということで、残り400個で、引いていこうと思います。お願いします。ニコに来てくれ。あー、 R ばっかやん。はい、というわけで SR が2枚なんですけども、何でしょうかね、これ。奇跡的にダブりました。はいいや、これね、誕生日限定勧誘、まあ限定ボックス勧誘とかだと、まあ、よくあることなんですけども、ダブるんですよね。出てくるキャラが1人しかいないので、こうやってダブることがあります。自分過去にりんちゃん の、 あの誕生日ガチャでボックス勧誘かなんかで引きまくったんですけども、同じ SSR が4体も出てきたことがあったんで、まああながち、まあ、不思議ではないかなと思います。じゃあ次引いていこうと思います。頼む、マジ頼む。早速 UR 来た。おお、やった。やばい、いや遅かったあ、せっかくスクショしたのに何をスクショしたんだかよく わけわかんねえじゃん。やったー、見てください、見てくださいよ、大天使っすよこれ。やばくないっすか。あー、よかったー、めちゃくちゃ可愛いですね。いや、ありがとうございます。早速当たりました、よかったー。いやー、いや、まあとりあえず限定の UR 来たし、まあいいかなって感じですね。まあ、SSR もいっぱい来たんで、まあいいんじゃないですかね。なんか今日めっちゃかんな。まあ、そんなわけで、この動画はここからで終わらせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画、ライブ配信でお会いしましょう。アスカリオシでした。それではじゃあの